こんばんは今日もご苦労様でした話題の出来事についてお話しします御嶽さんの生還者の精神状態が懸念されています長野県によると災害などで大きなストレスを受けた際に不眠や心身の不調などが起きる急性ストレス反応を訴える人が複数いて突然恐怖の記憶が蘇る心的外傷後ストレス障害を引き起こす恐れもあり 心のケアが課題です生きているのが辛いほど怖かった死んだ方が楽なんじゃないかとも災害派遣医療チームで同県立基礎病院へ派遣された信州大病院の小林隆医師は生還した男性から心情を聞かされました基礎病院には重症者ら50人以上が搬送されましたが小林医師は生還者は驚くほど冷静だった まだ被災体験を実感できていないのかもしれないと心配します。こうした災害では、被災時の光景が突如蘇る、フラッシュバックや不眠、活動意欲の減退などの症状が出て、1ヶ月以上、症状が続けば心的外傷後ストレス障害と診断されるケースも少なくありません。生還者らは店員や帰宅などで各地に分散し、 継続的な支援が難しい飛行機事故やホテル火災と同様のケースでもあり県は国を通じ地元に戻った生還者らから相談を受け付けるよう全国の自治体に呼びかけました福島県立医大の前田正治教授は家族や友人を救えなかった生還者は一人生き残ったことに罪悪感を抱く分散した生存者救済のネットワークづくりが重要だと指摘しています 以上、産経新聞の記事から今日の話題についてお伝えしました。これからも続けて話題の出来事を視聴したいと思われればチャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。お元気で。